にちは、ピエール金銀支店のレオレオレオです。こんにちは、レオレオレオです。今日はクリスマスっていうことで目についた赤い子をたくさん持ってきてみました。ちょっと一個ずつ紹介していこうかなと思います。週末から寒波で、寒波の前にお水をあげる予定だったんですけど、ちょっとバタバタしててお水をあげそびれちゃったので、なのでちょっと水切れ気味の子が多くて、ちょっと見た目がかわいそうな子もいるんですけど、ちょっとご了承ください、すいません。じゃあ早速一個ずつ紹介していこうかな。まずめっちゃ赤い子、レッドビーチ、めっちゃ赤いです、かわいい、ムチムチ系で、よく似た子にロメオルビンがあるんですけど、ちょっとこの子は水が少なすぎですね、かわいそう。似てるんですけどレッドビーチの方がムチムチ度が高いですね。こんな感じで、ちょっとずつ紹介していきます。あと、まあ、赤い子といえばもっと本当は赤くなると思うんですけど、今こんな感じ、ピンクルルビー、かわいいです。寄せ植えにも映えるし、葉差し率もいいし、増やしやすい子ですね。で、あとムーンストーン、これもね、もっと赤くなってくると思うんですけど、今まだこんな感じですね。あとこの子エミルハリス、本当は血しぶき系でかっこいい感じになってくるんですけど、あ、やらかしちゃったなって思ってて、でもなんかちゃんと復活してきてくれた子です。なのでちょっと復活してきてくれてたのが嬉しかったんで、ちょっと見た目あれなんですけど、こんな感じで戻ってきたんで、ここがねダメになっちゃってたんでごそって取ったんですよ。そしたらちゃんとここに2つ出てきたんで、成長を見守っていこうと思って持ってきました。こういうこう血しぶいた感じで紅葉してきて、めっちゃ可愛い子です。で、あとジリアン赤くなるんだと思って、私なんかこう勝手にオレンジっぽい、まあ、オレンジ味の強い赤なんですけど、もっとこう黄色っぽい感じになるのかなと思ってたら赤くなってきました、可愛いですね。さあどんどんいきます。ラブレター、はい、ラブレターも赤いです。ちょっとピンクっぽい赤なんですけど可愛いです。じゃあとアレクサンダー、この辺ちょっともう水切れすぎてあれですね、ちゃんと水を、寒波が過ぎたらあげようと思います。アレクサンダーに、この辺も定番ですね、ファイアーピラーももっとこう爪がえぐい感じになってくるかなと思います。じゃあファイヤモン、ね、この辺もちょっとお水がなさすぎて、この辺もうペナペナでかわいそうなんですけど、なんかいい感じ、真ん中はいい感じですよね、こうかわいいなと思って、で縁がこう爪の感じとかいいなと思って赤いから持ってきました。あとこの辺も多分もっと赤くなると思うんですけど、シャーロット、もうこれ鉢パンパンですね。でもこのまま頑張ってもらおうと思います。かわいいシャーロットに、とちょっと前にインスタにも載せたんですけど、ゼニアデリー、ね、かわいい、かわいい、あんまりこういう系そんなに持ってないんですけど、かわいいなと思ってこの間のフェスでお迎えした子ですね。で、あとモヒカン、パパのモヒカンみたいになりたくて買ったモヒカン、ね、もっと多分パパの本当にもっと真っ赤だったんで、なのでうちの子もあんな赤を目指そうと思います。でコルモンもね、夏は結構な緑だったんですけど、ちゃんと赤になってきました。ちょっと水が今ペナペナなので、またお水をあげようと思います。で爪もかっこいいし、コルモンおすすめ、かっこいい。とコパイ、ね、これももう完全名前買いした子です。でもこれも多分ちゃんと赤く、もっと赤くなるんだろうなと思って、赤
階から持ってきました。じゃん、レイチェルマンディハイブリッド。これはちょっと他のと赤さが違うんですけど、こう縁が赤くて、あの棚にこう多肉が並んでる中でパーって目引いたんで、あ、これも赤だしと思って、ね、クリスマスなので持ってきました。とレッドレイン、ね、みんな見事に赤なんですけど、ちょっとずつ赤さが違って可愛いですよね。で最後にグリーンスマイル、これねめちゃめちゃ緑だったんですよ。で本当にグリーンだったんですけど、ちゃんと赤くなってきました。すごいね、可愛い、可愛いですよね。いい感じ、色がちゃんといい感じに入ってきました。可愛いなと思って、なのでちょっとクリスマスなので赤い子ばっかり集めてみました。ちょっと駆け足であの赤い子の紹介したんですけど、こんな感じです。多分ねもっと本当は赤い子もあるかなと思うんですけど、今目について持ってきた子はこんな感じになりました。またいろんな例えば白い子とかそういうのもこしょこしょっと紹介できたらいいなと思います。クリスマス、一番クリスマスっぽいのはどれですかね。これかな、こう緑と赤のバランスがいいんで、一番クリスマスっぽいのはこれかもしれない。じゃじゃーん、かわいいです。ちゃんとお水あげよう。で一番赤いのはやっぱこれですね。じゃじゃん、赤すぎ、むっちり。なんかね目で見るとちゃんと赤なんですけど、画面越しに見ると赤すぎてちょっと黒いですもんね。こんな感じです。かわいい。じゃあ今日の動画はクリスマスなので、赤い子の、私のコレクションの中から赤い子をたくさん持ってきて紹介してみました。好きな子が見つかってくれるとちょっと嬉しいです。また他にもいろいろ紹介していこうと思います。あ、クリスマスイブとかそういうの持ってくればよかった、クリスマスなのに。どこにあるかも、でもちょっと探せなかったんで、今日はこんな感じで終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。